はい、皆さんこんにちは、チェでございます。パリブリッジやっていきましょう。またこの時間来ちゃいましたね。さあやっていきますよ。これやったと思うんですけど、やったよね。タイミングは、あ、みんな同時なん、あー、ぶっちゃけこれが全部ここまでいけりゃグリッドつけてね、あ、全然余裕じゃない。こんな余裕でいいのかいっていうとね、またね、あるんですよね、これがね。60度ね。で、コピーのペースト、ペースト、ペースト、ペースト。で、ズーンとコピーして、あ、いやいやいや、違う、もう上貼っていっちゃおう。まあ、これだ、見てるだけだったらすっごい楽勝なんだけどね。あ、なんでコピーしてんの消しちゃったんだろう。いや、そう、ここまでいったらこういこう。はい、はいはいはい、で、はい、貼り付けて、はい、余裕ですよ。こんなのもうだいぶ操作慣れましたからね。よいセットでね。一応これセーブしときましょう。このセーブはきっとローカルなんだろうね。クラウド側に上がらないよね。これでちょっといってみますね。まあ落ちますけど。で、船が来ると、ああ、なるほど、ほんで落ちると。わかりました。これはね、もう、あ、違う。なんか嫌な感じがするな、これ。ちょっと待ってね。ああ、違うよ。いや、違わない。とりあえずこれでいいか。これコピーして84000まで使えるんで、あら。そうなんですよ、これね、なぜかワンクリックでいかないときあるんですよね。いけるときいけるんですよ。よくわかんないですね。で、これだったらきっとダメなんだろうね。これだったらダメなんだろうね。おや、いけちゃうの？これないけちゃうのかい？いけちゃうんだね。これ木でもいいような気がしますね。あ、でも結構上の方ですよ。リーダーボード2062です。あ、なるほどね。ちょっと待って、ちゃんと録画できてる、これ。あ、できてない。ちなみにね、これね、やったやつを自負アニメにして保存することができるんですよね。私なんか知らないだけど保存しました。え、こんな短時間で何分でいった？3分でいっちゃったよ。ちょっとびっくりしちゃった。で、これは車が通って橋上がって、あー、2台ね。 A が上に行って C がこっちか。ということは高く取ってるところを落とすんだね。ああ、なんとなくわかりましたね。あ、これグリッド外そう。グリッド入れたらジグザグになると思うんでね。で、こんなもん？いや、もう一本。こんなもんかな。こんなもんで、まあ、これでもジグザグになってるけどね。よしとして。で、あ、そうだ。何やってんだろう。これでいいんだわ。で、これをつなげて、で、こうして、あ、2を支えてるのでいいよね。で、こっちが1で、こっちが2だね。そうすると、ガチャコってなるんでね。で、あとは、強さ。これ何部だろう ?50。どっちかわかんないね。契約50です。で、あとは、あ、そうだね。ちょっと適当にやって、でシフトで調整して、よし、これでいいかなと思った。案外良くなってないんだよね、これね。ほらね。ちょっと歪んでんですよね。ね、こういう、うわもうなんかね、なんだかね、と。そうだね、これよく見たらちょっと左側にかしいてる気もするしね。
本当難しいなこれ。何をやってると本当難しいんですよね。ほらほら消えた。ポコって言っときながら消えた。ああこれダメ。はい、で通しましょう。で通してこれをコピーしてもういいわなんだかねだね、なんだかねだね本当に。こうで、はまらない。これ間違いなくおかしいもんね。でこっちはこれも合わないもんね。もういいわもういいです。であとこうだね。であとこう too far away。 こっちは行けんだけど too far away なんだね。よっこいしょよいしょ。だいぶ慣れてきたでしょ私も。でどうせダメだろうから手でやらないといけないね。今ここのやつコピーしようかなと思ったんだけど、もともとそれで合ってないからね。おっ、トゥファラウェイ。ほほう、よいしょ。よいしょ。よいしょ。およいしょ。よいしょと。あとこっちだね。で、トゥファラウェイかい？まあ、こんな感じかな。で、よいしょ。なんかちょっと、ああ、後ろの風車が当たってんだ、当たってるか、重なってんだね、ちょっといびつな感じに見えたのは。よいしょ。あ、これちょっと上げすぎかな。こういう感じでいいですよね、と。で、2、これ1、2だね。あら、2だね。で、あとはこれが持つかなというところがあるので。あ、ちょっと待って。こっち届くね。で、こっちは届かないんで、こう。これで行ってみましょうか。お、行ってるよ全然。あれあ、そうかそうか、そうなるのか。でも行けそうだね。あ、ちょっと怖い。行っちゃった行っちゃったね。45,095 です。ちょっとちゃんとやろう。あ、そうか。支えちゃったからそうなっちゃったんだね。これ支えなかったら間違いなく落ちるね。あ、落ちる落ちる。これでいけるかな。あ、いけるね。ちょっと早送りしましょう。あ、行っちゃったね。このがさらに安くついたんで、あら2万円や3000円、一気に2万円ぐらい、2万円ぐらい、さっき4万何本じゃなかったかな。となるとこれいらないんですよね。ここ、ここは何もしなくていいね。でこれがバキっていっちゃうので、これバキっていっちゃうのは支えがなくなるからなんですよね。まあ、別にいいかな別にいいよね。別にいいよね。まあ、逆にどうしようもないよね。そうだね。あ、これでいいわ。これはちょっとなんだけどね。あ、いったいった。よしとしましょう。はい、次行きましょう。車上がっ、なんだいこれ、あの棒だね、伸び縮みする。で、船が通って、棒でと。ああ。ああ、そうかそうか、これは取らないといけないから、ここでまた上げてあげないといけないんだね。そういうことだね。となると、とりあえずグリッドで、ここまでかな。ここまで。だけどここで上げれるものがない。
上げれるものがない。とりあえずここまで引っ張りましょうか。あ、違う違う違う、思い出した。あ、思い出したわ。思い出した思い出した。まあ、思い出しましたね。これはちょっと外そう。で、ここもちょっと外そう。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。中心、あ、一緒か。あ、一緒だったね。ごめんなさい。これ私やったと思うんですが、こうですよね。で、こうですよね。いや、でも長い方がこれってダメだよね。で、これがいるはずですね。で、とりあえずやってみましょうか。はいと、はいと、で、クリック、クリック。今なぜ言ってるかと思うとね、これやっぱシングルクリックで置かない時があるんじゃなかろうかと思ったんですけど、今全然生きてますね。もう言った時そうなんですよ。ああ、なんだっけ、マーフィーの法則でしたっけ。あ、違うか。なんかね、あ、マーフィーの法則、あの法則って、あのパンを落としたら必ずジャムの面で、ジャムの面が下になるとかでしたっけ。あれもなんかあれなんですね、高さがちょうど、人が大体食べる高さでちょっと、あの半回転しかしないんでしたっけ。まあそのキス、なんていうの、ジャムが下になると。だから、あとそれとなんかあれでしたね、携帯も上をガラスに、上をディスプレイにしておくんで、液晶面にしておくんで、液晶面が下に落ちるような、まあパンの半回転するのと一緒ですよね、っていうようなことをなんかやってました。だから割れるんだよってね、やってましたけどね。で、ここかな、真ん中、そうだね、ここだね。で、2211ね。で、これうんがっちゃって上がるんで、ここをこうするでしょ。で、まず車が行って、あとはここからこれだね。あれ、前はもっとなんかね、すんごい苦労した気がするんですけど。お、too far away。 あ、そういうことね。ごめんなさい、 too far away っていうのはそういう意味じゃなくて、え、これ最後の1枚。あ、いや、届くよ。何だったんだろうね。ガン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 言ってくれるのがいつもなんだけど。さあ、よいしょ。あら、なんか私混ざってない？混ざってる気がするんだけどね。え、大丈夫かな。あー、ちゃんと入んないしね、これ。ほんとね。 too far away。 めっちゃ短く。おー、道路だし。トゥファラウェイね。あなたもこっちに。おおおおおおおっと。はい。はいと。ね、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。やっかいしちゃった。あと。あ、これもうまいこといかないね。なんでだろう。本当に嫌になっちゃうね。To far away。 これでもダメかい。 Far away。 はい。で、伸ばしていっぱいいっぱい。あ、こんなもんかな。はい、伸ばして、はい、伸ばしてと、生でいいかな。で、これじゃあね、なんかダメな気がしてきた。で、伸ばすでしょ。一度これでやってみましょうか。なんかダメな気がするな。あ、おおおおおおお、ちょっと待って、今何があったのか分かんなかった。ほう、ほう、分かりました。じゃあね、
じゃあね、何がまずいだろうね。あ、いやいやいや、ダメだダメだダメだ。え、ボコッと落ちる。あ、ごめんなさい、もうちょっともうちょっともうちょっとアップね。こんぐらい。わかんないね。バコッと、あー、ここにはまってるのが悪いのかな。じゃあこれちょっと外したらどうなる。あ、外したら、あ、落ちるのか。あ、そりゃそうだね、距離が長いもんね。となると、うん、これでまずいか。うん、こっちは、うん、支えきれないんだね。支えきれない。やばいな、またなんか兆候入ってくる気がするな。鋼鉄を貼ったら、ちなみに鋼鉄を貼った場合はどうなりますか。あ、ダメだね、どっちにしろダメだわ。ということは、こう貼って、こう貼って、こうだったらどう？あっちがダメなんだね。ああ、この先がダメか。予算は5万、結構厳しいね。これをもう一個上にはめてあげるとどうだろう。ああ、持つね。持つけど大丈夫？ああ、ダメだね。持つけど、ここの周りがまずいのかな。これだったらどうだろう。あ、今度こっちに行ってるね。ああ、こっちもさせたらどうだろう。こんな感じでは、あ、でもダメだね、もう赤くなってくから、貼った段階でダメなんだね。これをもうちょっとこうしたらいかがでしょうか。ちょっとダメな気がしますね。いや、いいのはいいという気がするんですけど、あとこうの方がいいかもね。おお、こっちじゃダメか。こう？あ、これこっちはやばいけど、なんとも言えないね。で、これは2だね。こうだと、あ、ダメだね、こっちまた来てるね。ああ、そうなるね。ここやな。あ、おや、いやいや、これをね、もっと上に上げる。もっと上に上げて、こっちにつけてあげる。おお、こうか。ああ、こうか。ちなみにこれをこうしてあげるとどうなんだろう。あ、こっちの方がいいんだ。あ、いったね。なるほど。あ、そうだ、上がるの見とかないといけないね。ちゃんと上がるかどうか。はい、ドーンとして、あー、ダメなのか。これはこれでいけたと。あとはこっちだね。こっちがこんだけ脆いので、これも届かないけど、これでどうなのかな。あ、行けたね。で、あ、全然行ったわ。あー、OKOKOK、 OK です、 OK ですよ、もう。
なんかなんでこっち下がったんだろう。こっち上がると思ったんだけどね。これじゃダメなのかな。Go to far away ね。Too far away なんで、これをもうちょっとこっち。で、で、これを。おお。いや、なんか掴んじゃったかもわかんないね。これいるかな、一応つけときましょうか。で、こうだね。で、こう。はい、どうぞ。あここがダメなのかい。いやいや関係ないはず。これ邪魔かな。なんで下に落ちるんだろうね。おーおー、鉄骨入れちゃおっか、とりあえず。あ、なんかね、うっすら記憶にあるのはね、こうやって引っ張った気がする。ほいほいほい。おお、あ、引っ張られるんだね、これはね。そういうことか。やっぱこれしないといけないのかな。はい、でこれいらないね。はい、どうぞ。おお、おや、で船が通って、まあ、左は問題ないね。ああ、落ちるの分かってんのにこういう感じだね。ああ、そうかそうか、これが邪魔なんだ。こんなんつけてたらダメな気がする。いや、でもつけててもいいような気がするね。支点になんだからね。支点になんだから、なんでダメなんだろう。何が起こってんだろうね。こういくでしょ。あ、もうぐにゃってなってんだ、ここが。何が足んない、何が足んないかな。ぐにゃってな、ここが折れてんだね。ここがもっと折れないようにしないといけないので、どうすりゃいいんだろうね。あ、なんか見えたぞ。なんか見えましたね。今一瞬ですけど、ちょっと見えましたよ。あ、こういう感じにしてもいいのか。いや、どちらが、それだったら、あら、うん、それだったらこうかな。で、で、こうかな。どうだろう。で、これをつけてみる。ああ、いや違うよ。こういう感じでどうでしょうか。ちょっと割れそうだけどね、もうね。ああ、ダメかな。ああ、折れてる折れてる。こうだったら一直線にした方がいいというような気がするんだけどね。わあ、全然ダメだ。何だろうね。で、じゃあこうして、こうしてダメだったんだよね。あ、ここが折れるんだよね。ケーブルで貼ってあげて、トゥファラウェイなんだね。こうは、おお、何
かが凄まじく足んない。これをこうしたらやばいね、もう25分来ちゃった。あ、なんかでもなんかもうひとひねり。あ、わかった。これでこれでどちらかというと、ああもうこれじゃ伸びないか。これをこうしてね、これをこう、あ、邪魔こっちをもうちょっと補強した方がいい気がしてきましたね。こんな感じ。でこんな感じでつけたらどうでしょうか。あ、いや、これワイヤーだね。これはこう、もうちょっとこうした方がいいかもわかんないね。でこれはこう、これでどうですか。あ、あっちダメだね。あ、そうか、落ちるからダメなのかそうかそうか。補強ね、補強、上から吊るこうで、あ、ダメだね。もうバキッていっちゃってっから、あとでもここだけだね。ここはどうすればいいんだろう。こ、アートファラウェイね。おい、はい、なんだろう。あ、ここが破断してるのかな。ここが破断してるのか。じゃあここをケーブルで引っ張ってあげればってこと。船当たるんで、こんな感じかな。これだったらどうなのかな。これだったら向こうに行こうとするからダメかな。ああ、ダメだね全然ダメだわ。これをこれぐらい、あ、ここでいいんじゃない。ああ、ダメだ。なんだろう。ああ、ここもやっておかないといけないのかな。これまた2にしないといけないんだよね。あら？あら？こっちの選択するもんがない。ああ、あった。これ11、あ、11でいいのか。はいはい。で、これでどう？あそこが、ここが切れる。ここが切れるか。上がろうとした時の引っ張りで負けるのかな。これじゃワイヤーもダメだね、多分ね。予算長かね。
あ、行った行った行った。ただ下りが怖いけどね。ほら。あ、じゃあもうすぐだ、もうちょっとだ。あ、ここが耐えれればいいと。じゃあこれを伸ばしてあげれば。お、頑張った頑張った。あ、頑張ってる。おお、いった。あ、いったね。これはこれやったかな。ちょっと待ってね。これはね、ここいらない気がします。あとここもいらない気がしますね。で、いかがでしょう。そうだね、やっぱりそれでいけてますね。あ、いけない。な、これはいるのかな。あのワイヤーはいるのか。あ、ワイヤーだけじゃないわ、これやっぱいるんだわ。これは予算超過しちゃってんね。これちなみに切ったらどうですか。あ、いってんね。おお、あ、いったいった、いったね。はい、まあ5万2、5、もうちょっとだけ見よっか。これワイヤーの方が多分安いんだよね。てかロープにしたらどうなんだろう。あ、いや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 、やらないよそんなの。これも届かないから。そうだね、なんかここちょっと無駄な気がするんですよね。ちょっとターボ入れちゃおう。そうね、あとこれもうちょっと、ああできないのね。うん、これね、あ、そうだ、これダメなんだわ。いや、これね、逆にこうして、あら、あ、そうか、伸びないのか。いや、あのね、こうし、ここちょっと切るでしょ。でね、こっちからこっちに向かって取ってあげて、ここで広めのトライアングルにしてあげた方が安くつくかなと思っちゃったんですよね。ですから、これちょっとぶった切りますね。あららら、ぶった切りますね。でぶった切って、こっちからトン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 とアウトファーウェイなんだね。で、半分半分ぐらいで、で、これですね。はい、やった。もう適当で適当で、後で調整しますんでね。よいしょっと、すっごい適当で、ほいほい、あ、こんな感じかな。で、ほいで、ほいで、ほいで、トファーラウェイね。うん、こっち上見ないね。で、こっちね、はい、どうぞと。いやいや、違う違う、チャタリング起こしてんのかな、マウスが。またで、こんな感じで、みんな上げて、言うことないねと。であとこれだね、これだね。で、こう、こんな感じで、いかがなんでしょうね。これ多分折れるね。あ、折れた折れた。あ、これも届かないか。あ、届く？あ、届かないよね。逆にちょっと引っ張れないかな。逆にちょっとこうして引っ張って。
これは、あ、ダメだね。あ、ダメな気がしてきた。これだね。さあ、これでじゃあ行ってみましょうか。これダメかな。これいるかな。お、いけるね。これいけてますね。おお、そうか。吹っ飛んでいっちゃった。これやっぱりいるか。これだけじゃダメだったんだよね。あ、急いで急いで急いで。あー、ダメか。これはこうか。仕方がないかな。そうだね。じゃあもうこれで、あ、とりあえず今回はここで終わりましょう。これ以上やったらダメだわ。次のやつだけ見ようかな、どんなのか。うん、まあ予算通りましたね。あ、もうちょっとだけやらして。そうだ、もうちょっとだけやらして。多分これね、そんな高くいらないんですよ。これで短くするだけでもお金浮くんでね。まずとりあえず半分ぐらいにしましょうか。そうね、こんな感じで。これでどう？これも多分いける気がするんですよね。ね。おお。これいる？いらない気がしてきちゃったんだけど。これからよく引っかからないね、フロントがね。あんだけ鼻が長いのに。おい、これで何位？ 45,000円。45,000円ですね。これいるかな。おい、おお、いったよ。いったいった。あ、いった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 。この方が、この方が多分軽いと思うんですよ、あんなバンに比べたらね。あ、行きました。じゃあこれで終わりにしてみましょう。はい、4万。おお、一気に2万1000円まで上がりましたよ。というわけでこの辺で終わっておきましょう。あ、そうだ、次見るんだね。あー、なんかあったような気もするんだ。うわー、はい、こんなのもアーチ。あー、そうだ、私これめちゃくちゃハマった気がする。というわけで終わっておきましょう。ポリブリッジ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。